はい、皆さんこんにちは、じゅんです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日はですね、こちら植木バサミ、通称木バサミとも言いますけれども、こちらの研ぎをやっていきたいと思います。ちょっとね、錆びてしまったりヤニがついてしまったりしています。こちらの簡易的な研ぎということで、初心者の方でも簡単にできる方をお伝えしていきますんで、それで切れ味もちゃんとねアップしますんで、こちらの方よろしくお願いいたします。では行ってみましょう。はい、それではね、これから実際に研いでいきますけれども、まずこの植木バサミちょっと見てみてください。こういった形で、刃の部分にだいぶね、サビがついちゃってます。これ手入れしてなかったんですね。それから、こちらの部分ね、ここ切って、この噛み合わせになる部分ですけれども、ここの部分にもサビとヤニがね、ついてしまいます。このヤニがつくと切れなくなるんです。この噛み合わせがね、悪くなっちゃって。ですので、その辺をちょっとやっていきたいと思います。で、今回は簡易的な方法ということで、使うものは、この両面砥石というものです。こういったものね、普通にね、ホームセンターとか園芸店さんで売ってます。あと、金物屋さんとかでも。今、だいぶね、削れちゃってますけれども、こんな形のものが使いやすいと思います。これは、こちらの面。水色の面がアラートと言ってザラザラしてるものです。それからこちらの黒い面が仕上げ砥と言ってツルツルしてます。ですので仕上げの時に表面を滑らかにね、金属の表面を滑らかにするっていう意味で使っていくものになります。ですので基本的な使い方は、まずはこのアラートで表面のサビなんかを取っていって、それから最後仕上げ砥で表面を最後表面加工というか、スルスルにしていくっていうやり方がいいと思います。まあ、ただね、こういう植木バサミ結構繊細なものなので、この粗砥を使いすぎると、どんどん刃が削れてってしまうことがあるので、そこだけ注意してください。ではね、まず、この両面砥石をですね、このように、もう、事前にやってありますけれども、水にしばらく浸して、空気が出なくなるように水を十分染み込ませておきます。それによって、この水と、この削れた、砥石の粉によってね、しっかりと削れていくことになりますんで、まず水をしっかりつけてください。そうしないとただ削れていくだけになっちゃいますんでね。で、まず、削り方なんですけれども、この刃になってます。この A でね、ちょっと説明したいと思いますけれども、この、ちょうど噛み合わせの部分、この部分を絵にしたものになります。こうか。ね、上の刃と下の刃になってます。それで、刃って、こう、斜めにただ角度がついてるだけに見えるんですけれども、実はここで一回赤いのがあります。角度がここでキュッとなってるんですね。こうなだらかにいって、このキュッとなるところ、ここのキュッてなるところが刃で、ここによって切れるようになります。ですので、この刃をつけるっていう作業で、まずはここを磨いて、1番を磨いて2番を磨いていく。それで今度裏側の3番を磨いて4番の刃をつけていく。2番と4番が刃がつく過程になります。です。その過程をやっていくっていう形になります。それからこの裏側、刃の裏側に関しては、あまり削りすぎちゃうと、ここの部分が、こうえぐれてしまうと、ここの噛み合わせがなくなってしまいますんで、ここの噛み合わせがね、なくなっちゃうので、切れなくなっちゃうと。隙間ができちゃってね。ので、裏側はあまりやりすぎないようにするってことがポイントになります。それを踏まえて、じゃあ実際にこれ、研磨していきますけれども、はい。まずはじゃあ、この1番の部分ですね。1番の部分をやっていきたいと思います。はい。こちらのハサミもしっかりと水につけておきます。で、これが一番危ないのは、ここの作業してる間にここをパタンとね、指を怪我してしまうことが一番危ないので、これが閉じないように足とか、足と手で固定しておいてください。ここに誤っても。挟まないようにってことでね、絶対動かないようにしてからやってください。それで、まずやり方としては、この粗砥の部分で、先ほど言った1番の部分、ここの刃じゃないところのね、面の部分を削っていきます。面に合わせて、平行というか、こう、すらせるような形でやっていきます。方向としてはこういう形ですね。刃に向かってこういく形。で、このハサミに関しては、かなりサビが強いので、ちょっと粗砥でやってますけれども、サビがほとんどなければ、この仕上げ砥でやっちゃってもいいです。ちょっと今回はサビが強いのでこちらでやります。それから、ヤニとかその程度であれば、ヤニ取りクリーナーというのがあるので、それ使ってしまっても取れてしまうこともあるので、研ぐ必要がない場合もありますけれども、まあ、今回はちょっと
この両面砥石でね、研いでいきたいと思います。それでこうやりながらまた水をつけて、水をつけながら、こうやって、常にここ、刃と砥石が濡れてる状態でやるってことですね。そうするといいと思います。こうしますと、このようにどんどん削れてきます。で、あんまりここで力を入れてやりすぎちゃうと、どん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 ね、金属自体が研磨していくことになっちゃうんで、あまりやりすぎないように、軽くです。軽くやって、で、しかもしっかりと、こう足でね、押さえて閉じないようにしておくっていうことが大切です。このような形にしていくと、どうでしょうかね。こんな感じで銀色の部分が見えてくると思います。で、この銀色になる部分に関しては、ここは刃じゃないので、そんなにこだわらない方は、強くやらなくていいと思います。まあ、この程度でいいかなと思います。そうしましたら次です。次は先ほど言った、1番の部分終わりましたので、今度2番の部分、2番の部分の刃をつけていく形になります。はい、そうしましたら今ね、ここのブレードの部分は終わったので、刃の部分をつけていきます。刃の部分は、ちょっと角度がこう、横から見ると、こうなる感じですね。今までのところはぴったりとやってましたけれども、ブレードに対して。今度は、こう、角度がつく感じです。イメージとしては45度とかそれぐらいですね。で、ここの部分はあまり特に本当に強くやりすぎないことが大切です。刃がね、どん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 なくなっていってしまうんで、刃を立てるっていう意味でもこうやってやっていくんですけれども、あまりやりすぎるとどん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 刃自体がなくなっていってしまうんで、はい。こんな感じで。それでチェックなんですけれども、こうやって指を立ててですね、指の腹を当ててください。この時に横にやると切れちゃうんで、こう、こっち方向でしたら切れませんので、ね、こうやって当てて、ここに引っかかりができるのかをちょっとチェックしてみてください。指の指紋に引っかかるような感じね。それがあれば、しっかり刃が立ってます。で、今はね、この辺、先が立ってないのと、この辺が立ってないです。やりにくい部分ですね。その辺がちょっと立ってないんで、そこだけちょっと重点的に刃を立てていきます。はい。で、あまりやりすぎないっていうのがコツですんで、こうやってチェックしていきます。もうちょっとやってみます。はい。このぐらいでいいでしょうかね。そうすると、もうやって、こうやってやると引っかかります。ってことは、刃がしっかりと立ってるってことですね。はい。そしたら、ここはいいです。これでまず、アラトの表面ですね。1、2が終わった状態。そしたら次は3、4、裏返してやっていきます。裏返しますよ。今度こちらですね。こちらも同様にやっていきますよ。まずは3の面。刃のついてない面です。そこをきれいにしていきながら、そうですね、これぐらいの感じで綺麗になったら、次は刃を立てていきます。刃を立てていくときは角度をつけて、押すときに刃をつけるイメージで、引くときはそんなにただ戻るだけって感じで、押すときに刃をつけるぞという感じでいきます。それで少しやったらこうやって確認して、刃がついてるかな、ついてないところだけピンポイントでもう少しだけやってみる。はい、そうですね、こんな感じです。で、これでアラトで1,2,3,4 をやった状態ですね。そしたら今度仕上げと、この黒い方ですね、こちらの方でまた1,2,3,4を元からやっていきながら磨いていきます。はい。じゃあちょっと一回洗ってきれいにしますよ。こんな感じになってますね、今ね。こうです。こうです。はい。じゃあ今度ここを仕上げ砥で磨いていきます。仕上げ砥も同じような形で、まず1番からいって、2、3、4という順番でいきます。ここもね、しっかりとこの刃がね、閉じないように足で押さえるなり、しておいてください。もし不安な方は
手袋をしてやられるのがいいかな、軍手とかね、と思います。ただ軍手をするとね、ちょっとね感触が分かりづらいんで、逆に危ないっていうこともありますんで、ちょっとその辺は気をつけてください。こんな感じに今綺麗になってきましたね。でここでもう一回歯をつけていきますよ。あ、歯のつけたところを磨いていくようなイメージかな。はい、表面を綺麗にするイメージです。こんな感じですね。はいはい、今度逆側、逆側もしっかりでこのような形で、まずはブレード部分、3番の部分ですね、3番の部分をこのような形でまあ綺麗にしていきながら、で今度刃の部分も表面の研磨をしていく。でしょっちゅうね、手入れできる方はこの仕上げ戸だけでいつもやっててもいいと思います。その方がね長持ちはすると思いますんで、はい、こんな感じです。うん、刃もついてますね。はい、これでちょっと一回洗ってみます。はい、こういう形になっております。ここが磨いた面ね。はい、そしたらこれで 1,2,3,4 全部ね仕上げとまでできました。そしたら今度は裏側の面です。ここの噛み合わせの部分ですね、ここをやっていきます。ここは今こうやって見ていただくと分かる通り結構錆びちゃってますね。錆びてザラザラしてるんで、今噛み合わせが悪くてこれ刃がついてても切れにくい状態です。ですんでここの部分磨いていくんですけれども、ここは先ほど言いましたようにあまり削りすぎるとこの噛み合わせが合わなくなっちゃって、隙間ができることによって切れなくなります。ですのでやりすぎないってことが大切なんですけれども、軽度であればヤニ取りクリーナーっていうのが市販されてますんで、そういったものを塗って、たわしとかでこすっていただければ結構取れます。ただ今回はねこの砥石を使う方法でいきますんで、砥石使う場合は、仕上げ刀でいいかな。でこの刃先はできるだけ触れないような形にして、この辺刃先以外をこう綺麗に磨いていくイメージでやってください。あくまで表面のザラザラが取れてくれればいいです。もう完璧に銀色にね綺麗にしようっていう風にしなくてもいいと思います。僕自身もこのやり方でずっとやって切れ味よくねできてますんで、まあ、ちょっとそこまで本当にプロの方っていうのにはかないませんので、ここは実用面ということを重きを置いてやっていきたいと思います。こんな感じです。こんな感じであくまでこの面に対してフラットに当てて、しかも刃先はであまり攻めすぎないっていうことですね。刃がなくなってしまいますから。はい、こんな感じですね。今ツルツルになってます裏が。はい、今度は逆側、ここですね。ここも同じような形でしっかり持っていただいて、刃先にはできるだけノータッチにするような形で表面のザラザラだけ取っていきます。はい、こんな感じでツルツルになっております。でもう一回ね、今さっき刃がついてたことをもう一回確認してください。ここで、うん、それでもしね今の作業で刃がなくなってしまってるようだったら、少しだけ刃をこうやってつけていただいて、こちら反対側も少しだけこのように刃をつけていただいて、あまりやりすぎずにね。それで最後です。最後の過程、今度バリ取りっていうのをやるんですけれども、この今刃をつけた時に、こう裏側に、刃の裏側にめくれ上がってる金属があると思うんですね。微妙に。その金属を軽くね、もう一回こうやって取って、ここを平行に当てることでね、取っていってあげるっていうことで、こうですね、ここをバリを取るということで、これで仕上げになります。はい、これで一回洗ってみます。それではこんな感じに綺麗になりました。見てください、輝いております。はい、切れ味もいいと思います。でこれ今水で濡れてますので、少しね水気を取っていただいて、この時も怪我をしないように気をつけてください。この状態で油塗っていきます。これ刃物油ですけれども、
こういった専用のものじゃなくてもいろいろなタイプありますんで、お好みで選んでいただければいいと思いますけれども、これを歯に塗っていきます。歯と歯の部分と、あとこのヒンジの部分とかですね、このヒンジの部分、この辺に入れるような形にして、こうやって歯全体になじませながら少しこう広げていくような形で塗ってあげてください。こうすることによって錆防止にもなりますし、それから動きも格段に良くなって、作業が本当に楽になります。ただ動きが良くなりすぎちゃってね、逆に怪我もしやすくなることがありますので、本当に力が入れなくいらなくなっちゃうんでね、そこだけ気をつけてください。はい、こんな感じで少し湿ってるぐらいでいいかなと思いますけれども、これで完成です。それじゃあね、この切れ味どうなってるかちょっと確かめてみたいと思います。この紙切れるんでしょうか。はい、スパッと切れますね。はい、楽勝に切れるようになりました。これでストレスフリーで木が切れる、草が切れる、そういったハサミに仕上がってると思いますんで、皆さんよろしかったらお試しください。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルではこれからも緑のことに関していろいろと発信をしていきたいと思いますので、よろしかったらチャンネル登録、それからグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では皆さんにとって良い一日になりますように。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。